はい、ダリラダリラ。ちょっとこれシリーズで、グレンゲですけども。先ほどはまず、一番簡単な、めっちゃ簡単バージョンを紹介してもらってるんですけど、それがね、ある程度できるようになったら、今度は、めっちゃがなくなった簡単バージョンを説明してみたいと思います。これもまたちょっと譜面であげますけども、まあね、まあ、まずは何よりこの曲はやっぱり、もうとにかく動機の音がいっぱい鳴ってて、多分レコーディングも、打ち込みなんじゃない、打ち込みじゃなくても多分その本当のドラムのドラムセットはスタジオに持ち込んで、レコーディングしてる音ではないんじゃないかなと思います。なので、まあ、例えばそのいっぱい音も鳴ってるし、本当の、まあ、ドラムの音も打ち込みのドラムの音もだから結局いっぱい鳴っててかっこいい音がいっぱいあるので、どの音を、実際にねやるときに拾うかなんですよ。で、いろんなね叩いてみてみるといろんな人がかっこよく叩いてます。でもうその、大体の感じでもう自分なりにアレンジしてかっこよく作ってる方も多いですし、やっぱその聞いた感じの、そのなるべく CD の感じを忠実に頑張って再現しようとしてくれてる方も、まあ、いっぱいいらっしゃるんですけど、もう、まあ、僕も一応その市販のバンドスコアもいろいろなんですよ。やっぱりバンドスコア見るとバンドスコアを作ってくれてるメーカーさんもやっぱり、どの音を拾うか、逆にもう全部動機の音も全部含めて書いちゃってるところもあるし、そうすると、それを見た時に、なんだこれ、こんなん叩けるわけないじゃんねってなっちゃうんですよね。それを、自分なりにどこを、拾って形を作るかなんですけど、そんなこと言われてってさ、いきなりそんなこと最初にできないじゃん、できないと思うんですよ。僕らでもできないです。だからその、どこを うまく聞いてそれっぽく組み立てれるかっていうところの、構築力というかセンスというかね。で、一応僕も、まだまだこれもステップがこれも簡単バージョンですけど、とにかくまずはイントロ、ざっとするね、いいね、もうシェイクのパターン、どんどん、もうこれでいきます。で、本当は曲中はもう逆に言うと、ずっとこれじゃなくて、ずっとアドリブでいろいろ変化してるよね。それって経験がないとなかなかできないので、まずは分かりやすく、シェイクのリズム、どんどんパン、チタチタドンパン、それでいきます。でそうすると意外にまたその変化が分かりやすいじゃない。例えばイントロは、そうですね、音を聞くとどっちもどっちなんですけど、とにかくイントロの派手な感じを出したいので、もうこのシンバルを渋打ち、やったらかっこいいかなと思う。から逆にそれと相反する感じで A メロは8分音符がこう正確になってる感じ、ね、がいいかなと思います。で、そうですね、アップダウンモーションができる人は本当はこれでもういいですし、で例えばでもやっぱり8分じゃちょっとじゃない、やっぱり渋の感じなんですね。大きい感じのグルーヴで、であえて A メロで細かい感じになる感じなんじゃないかなと思います。あとはそうね、だから本当の本当はその今のちょっと専門的な話で言うと、2番の2番の A メロでフロアタンビート、これもやっぱり本当は8分音符全部出しちゃうと、であんまり一般的にここでやらないですね。本当はもしできたらやかましいだけになっちゃうので、これも本当はね、ちょっと難しいところで、
8部でアップダウンがまだできない人は、まあ、4部で。であとは曲の雰囲気とかは出せるのかもしれません。それから同じようにこれも一応でもまあちょっとまあ難しい部分もあるので、ハーフのところも一応4部で。なんて書いてあります。これも本当はもしちょっと、ね、ある程度なんてアップダウンができる人は8部。せっかくの大きいかっこいいあのグルーヴがちょっと台無しになっちゃうので、まあ四部で、まあね、あのやでできる人は8部で、8部のアップダウンモーションでやってもらうといいと。まあできない人は無理してやるでいいと。からうん、あと細かいところのフレーズ、まあ、とにかくそのフレーズがね、で今回これはそれでもまだフレーズはだいぶ半分ぐらい、半分以下かもしれないね。一番ちょっと変わり、このフレーズはやっとかないとちょっと曲の流れがかっこよくつながっていかないだろうっていうとこだけをフレーズをピックアップしてます。本当はその結構その4小節目3小節目からつながってフレーズが入ってるところもいっぱいあるんだけど、それもあえて今回はやってます、簡単バージョン。そうですね、じゃあ逆にちょっとフレーズで紹介しておきます。まずは2段目の最後の小節で、A メロの歌い出しの直前のかっこいい、ね、これがまずね、まあ、一応こんな音符です。これ難しいでね、右手と右足のこのコンビネーション、難しいんですよ。こんな難しいのなんでやってるのかなみたいなね、難しいね、まあ、まあ無理してやるで、まあ本当にこんなふうに。でから今度は、サビの直前のここかっこいいんですよ。やってほしい。本当は難しくないと思います。1,2,3,4,5,6 段目。ブレイクの直前ですけど、ここララ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 ラとかね、なれるっていう流れですね。ここの流れはすごいかっこいいので、まあぜひやってください。でからだん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 はいえ、その後まあ面倒くさいところだけ紹介しておくと、あとこれなんですよね。最初のダチチジもそうですけど、今回このねっていうよくあるまあ、本当右手は8部で、まあ、こっち左手は3つというか3つ割りというか3連3まあ一拍のフレーズですね。これもよく。コンビネーションは本当はドラムはすごくよくあるので、今回これも一応なんだっけな、何回か本当はできているもういっぱい出てくるんですけど、今回はこれで言うとなんだっけな、1番が終わって、また2番の直前にイントロに戻ります。するんですけど、ちょうどここで2番の A メロのフルアタムビートにつながるので、それもちょっと逆に言うとなんかイメージはしやすいんじゃないかなと思います。でからこれも同じように2番の B メロからサビに移るとき、今度はハイハットで、ターン、まあ同じような感じですけど、まあこっちでやるのとこっちのじゃね。で、まあサビを同じように2番やってもらったらですね、今度は、たったかたかたか、まあそんなにいいや、厄介なのはここか。あ、3番のサビで、本当は簡単、めっちゃ簡単バージョンでは。やっ
ってもらってるんですけど、本当はっていうのがドショッパスにあって、その後本当基本はどんどんどんパンパン、その前にみたいな、こんなようなリズム、ちょっと一発増えたと思う。でまた同じようにこのイントロと全く同じ でもここ繋がるの、ちょっとまた忙しい、まあ、2小節分のフィルでから、めっちゃ簡単バージョンでは、ね、ちょうど音がいっぱい鳴ってて、もう何やってるかよくわかんないが、一番ちょっとガーッとこう盛り上がってる、テンションの高いところなんですけど、そこが本当は、下から3段目リズムから来て、そのドカーってきて、またそのままリズムだ。音の感じとしてはなんかちょっと、とにかくあんまり勢いは止めたくないね、ドワーって来ているんですけど、フレーズとしては本当これ、こんな感じなんです。ここのままちょっとなんか、なんかもうちょっとかっこいいフレーズないのかなと思うんですけど、まあそんな感じなんですね。はい、まあで、まあそんな感じです、まあ、ポイントはそんな感じなんで、ちょっとね譜面をちょっとずつ、まずはチェックしてね、まあ、できる人はちょっとずつステップアップしていけるというか、この後はまたちょっとリズムもね、いろいろ本当は、でも本当はシェイクのいろんなバリエーションね、右足をいろんな16本の入れのいろんなところに入れて、かっこよくちょっと入れ慣れとかないと、ちょっとこの先のステップはちょっと難しいかもしれません。まあ、そのために実はシェイクのパターンの譜面もね、僕作って、まあ、何人かの人にやってもらってるんですけど、まあ、とにかくねちょっとずつかっこいい、ね、できたらいいかなと思います。頑張ってやるぞ。